君主論は1532年に刊行された日頃、マキャベッリによるイタリア語で書かれた政治学の著作である。歴史上の様々な君主及び君主国を分析し、君主とはどうあるものか、君主として権力を獲得し、また保持し続けるには、どのような力量が必要かなどを論じている。その政治思想から現実主義の古典として位置づけられる。マキャベッリが フィレンツェ共和国で失脚し、イントン生活中の1513年から1514年に完成したと考えられており、1516年にウルビーノ公・ロレンツォへの献上文を付して、フランチェスコ・ベットリに託された。写本で読まれ、マキャベッリの死後、1532年に刊行された。著作には、表題はついておらず、友人、ベットリへの手紙の中で、 君主体制に関する本を書いたと述べているため、君主論と呼ばれるようになった。検事と26の章からなる。君主論は全体で26章からなる著作である。第1章において、君主生態にどのような種類があるかと挙げ、その一つ一つについてを続く、第2章から第11章までで解説する。第12章から第14章までは、 いかなる君主生態においても必要となる軍備について述べる。第15章から臣民や味方に対する君主の態度と政策がどのようにあるべきかと本来の意味での君主論に移る。マキャベッリはチェーザレ・ボルジアに理想的な君主の能力を見ている。第24章からは現実のイタリアに目を向ける。当時、イタリアは多くの小国に分裂し、 外国の圧迫を受けて混乱の最中にあったが、イタリア統一への願いから統一を実現しうるのは、いかなる君主かを論じ、メディチ系の期待を述べて論を終える。マキャベッリはまず国家の政治体制から共和国と君主国に対別した上で、君主国に議論を限定することから始める。そもそも君主国の統治を行う場合、より容易なのは世襲の君主国である。なぜなら、 世襲の君主ならばすでに定められた政策を維持して、不測の事態に対処するだけで統治は事足りるからである。この場合には、君主は平均的な能力さえ持てば、国民にも好感を持たれ、たとえ侵略にあったとしても奪還が可能である。しかしながら、全く新しい君主国を建設する場合には、様々な問題に直面することになる。なぜならば君主は国家を建設、 または獲得する上で、不可否的に国民に何らかの被害を与え、そのことによって反乱が発生するからである。征服によって常有した地域の住民の言語や、風習、制度などが、征服者のそれらと異なる場合、当地には、さらに深刻な困難が生まれると分析する。このような国民との対立を解決する施策としては、征服した地域における、 旧君主の血統の根絶、支配地域の法体系や税制の維持、征服者が本拠地をその地域に移すことや移民を兼ねた部隊の派遣を提示している。このような君主国における民衆の心理の分析を踏まえて、その対処については覚えておきたいのは、民衆というものは頭を撫でるか消してしまうか、そのどちらかにしなければならないことであるという見解を示している。 つまり、君主は領民を、七者としてだけでなく、潜在的に有害な敵にもなり得る存在として、認識すべきことを、マキャベリは強調している。征服を実施する場合、君主には、多くの配慮が求められる。マキャベリは、征服地域に近接する諸外国に注意する必要について述べている。例えば、ある地域においてある弱小国を征服した場合、 その周辺の弱小国もまた征服者に対して進んで、服従を申し出ると考えられる。同地域に影響力を持つ大国がいるならば、征服によって得られた女勢力と連合してその国を滅ぼすことで、ようやく完全に支配を確立することが可能となる。このような征服の諸問題を克服した成功例として、マキャベリは古代マケドニア王のアレクサンドロスが、 東方遠征で得られた広範な領土を維持し続けたことを挙げている。この事業の成功については、君主国の様式で説明される。君主国には、君主が大きな権限を持って行政を担う大臣を任命し、集権的に統治する様式と、もともとその地域で支持を得ている諸侯にある程度の自立性を認めて、君主が文献的に統治する様式の二つがある。 前者の様式の国家を征服者が統治することは容易であるが、後者の場合は各地で様々な勢力が存在するために困難であると考えられる。したがってマキャベリはアレクサンドロスの征服はペルシア帝国が集権的な君主国であったために安定的な統治が成功したと考察する。征服においてはそれまで自由市民によって統治。 されてきた都市や国家を征服することもある。マキャベリによれば、このような民衆を統治するためには一般に三つのやり方が考えられる。第一に、都市や国家を滅亡させること。第二に、君主がその地域へ移住すること。第三に、ある程度の自治を認めて君主に従順な加藤政権を成立させることである。基本的に自由市民は、 かつての独立を回復しようと試みる傾向があるため、その地域の市民を統治政策の中で活用することが適当である。新設された君主国の行政は征服者である君主の力量によって左右されるとマキャベッリは論じる。国家を樹立する途上で発生する問題の原因は、新たな社会秩序を導入しようとすることにあり、言い換えれば旧秩序の中で権益を持つ人々すべてと、 敵対することである。このような問題を研究するためには、君主の力量に着目する必要がある。力量が不足していれば、その統治は失敗し、民衆を説得し続けることが難しくなるのである。他人の武力や運によって新たな君主国を得たとしても、そのような成果は、君主の指導力が不足しているために常に不安定にならざるを得ない。 もしも運によって政権を得たとしても、その力量が不足していれば、国の基盤を構築することはできない。具体的には、敵の排除、味方の確保、武力や暴略による、勝利、民衆からの維持と敬愛、兵士からの維持と敬愛、性敵の抹殺、旧制度の改革、厳格かつ寛大な、振る舞い、忠実でない軍の再編、諸行たちと信仰を保ちつつ、 便益をもたらすようにするか、攻撃の際には慎重であること、これらすべてが君主国において不可欠な力量である。非道な手段によって政権を得た君主は力量があるとは言えない。なぜならば、そのような手段によって獲得した権力には栄光がないためである。征服者が国を奪取する場合、残虐行為を一度で集結させ、その後に民進を獲得しなければならない。 断続的な残虐行為は民衆の信頼を失わせてしまうからである。逆に、恩恵は小出しにして継続的に実施することで民衆の支持を得ることができる。君主にとって軍備と法律は不可欠なものであり、良い武力の下で初めて良い法が成立する。マキャベ・リのこの思想はすべての国にとって重要な土台となるのは良い法律と良い武力とであるとの言葉で、 要約されている。そもそも軍隊とは、自国軍、傭兵軍、外国軍、混成軍のいずれかである。この中で、傭兵軍や外国軍は、無統制で不忠実であるため、無用であるばかりでなく危険であると史実を引用して、断定している。傭兵軍の部隊長が有能であれば、君主はその傭兵からの圧力にさらされ、無能であれば君主は戦争そのものに敗れてしまう。 また、援助や防衛のために派遣された外国軍は援軍として有望であるがゆえに戦争が終結しても駐留し続け事実上占領してしまう危険性がある。従って君主は自国民から編成された自国軍に統治の基盤を求め戦争においては他人の武力に頼らないことが重要であるとマキャベリは結論付けている。自国の武力がなければ あらゆる君主国は破滅の危険にさらされるだけでなく、自力で事態を動かせないために、周囲の情勢に左右されるだけになってしまう。さらにマキャベリは、軍事を統治者の本来的な任務に位置づけ、軍備を君主の力量を強化するものとしている。武力のある者が無力な者に服従することや、無力な者が武力ある従者に包囲されて安心することはありえないためである。 軍事に無能な君主は部下の兵士たちから尊敬されず、また君主は部下を掌握することができない。したがって君主は軍備には常に注意しなければならない。軍事訓練には実践的な方法と精神的な方法がある。実践的な方法では兵士を組織化し基本協練を行わせるだけでなく、資料などの実践形式によって鍛え上げる。精神的な方法では 歴史を学ぶことが必要である。作戦における指揮や戦術を研究し、逆境における準備を思考の上でも進めなければならない。また、君主は地形についての理解を深める必要がある。地形についての知識がなければ、宿営地を予定し、部隊を行軍させ、戦闘陣を展開することは不可能である。自国の国情について知らない君主は、 指揮官としての適性が欠落しているということになる。マキャベリは理想国家における倫理的な生活態度にこだわり、現実政治の実態を見落とすことが破滅をもたらすことを強く批判しており、万事にわたって善行を行いたがることの不利益を指摘する。君主は自身を守るために善行ではない態度も取る必要がある。あらゆる君主はその気質が評価されるが、 一人の君主があらゆる道徳的な評判を勝ち得ることは原理的に不可能なので自分の国家に損失を招くような重大な悪評のみを退けることになる。しかしながら自国の存続のために悪評が立つならばその払拭にこだわらなくてもよい。全般的に考察すると美徳であっても破滅に通じることがあり逆に悪徳であっても安全と繁栄がもたらされることが しばしばあるからである。このような気質の中で、気前が良い、あるいはケチだと思われることについて考察する。一般的に、気前の良さを発揮することは害悪である。一部の人々のために、大きな出費がかさむため、重税を課さざるを得なくなり、その他の大勢の領民に憎まれるだけでなく、そのような出費を止めようとすると逆にケチだという悪評が立つことになる。それよりも、 多くの人々の財産を取り上げないことが重要である。つまり、ケチと言われることについて君主は全く問題すべきではなく、ケチであることは支配者にとって許容されるべき悪徳の一つである。また、君主の気質として残酷さと哀れみ深さについて考慮すると、哀れみ深い評判の方が好ましいことは自明である。しかしマキャベリは注意を促しており、 君主は親民に忠誠を守らせるためには残酷で、あると評価されることを気にしてはならないと論じている。憐れみ深い政策によって結果的に、無政府状態を許す君主よりも、残酷な手段によってでも、安定的な統治を成功させることが重視されるべきで、ある。原則的には、君主は信じすぎず、疑いすぎず、均衡した資料と人間性を持って、統治を行わなければならない。 しかし愛される君主と恐れられる君主を比較するならば、愛されるより恐れられる方が、はるかに安全であると考えられる。なぜなら、人間とは、利己的で、偽善的なものであり、従順であっても利益がなくなれば反逆する。一方で、君主を恐れる人々には、そのようなことはない。君主にとって、真偽も間違いなく重大であるが、実際には真偽を気にせず、 暴力によって大事業を成し遂げた君主の方が真偽ある君主よりも優勢である場合が見受けられる。戦いは暴力によるものと武力によるものがあるが、この二つを君主は使い分けなければならない。もしも真偽を守った結果、損害が出るならば審議を守る必要は一切ない。重要なのは君主が立派な機質を備えているという事実ではなく、 立派な気質を備えているという評価を持たせることなので、ある。メディチ家に取り入り、職を得ようとして書かれたとも言われる。このため、抽象的に君主はどうあるべきかを解かず、キリシア・ローマ時代からの歴史上の実例を数多く挙げながら、その成功、失敗理由を述べ、具体的な提言をするという、いわば実用書として作成された。君主論は、共和性を論じた。 リブイウス論と対になるものである。本来、マキャベリは、共和主義者であったが、イタリア戦争前の混乱した現実に直面し、チェーザーレのような強力な君主によるイタリア統一が寛容と考えた。君主論では政治を宗教や道徳から分離して、政治力学を分析している。一方、一般的には、マキャベリの思想は冷酷、非道な政治を肯定するものと考えられ、 マキャベリズムという言葉を生み出した。日本語訳では、君主論と題されているが、作家、塩野七尾は、ルネサンスを題材とした BESI のドキュメンタリー番組、イタリア三つの都市の物語で、内容は、第一人者論と付けた方がふさわしいと述べている。ただし、本来のラテン語のプリンケヘプスは、第一人者を意味するが、西ヨーロッパの中世のプリンスは地域を、 独立的に支配する国王や大諸行を意味する一般名詞。であり、通常、君主と訳されている。以下の日本語訳は、講談者版の佐々木分けによる。3章16節7章11節、12章第1節17章4節、藤沢道郎役岩波版の旧役は、黒田正俊訳。役。ありがとうございます。